ということで、島田がね、うん、はい。うん。片桐家に行ってきたんでしょ？そうです、そうです。おうおう。だからまあ、雨降ってたってのもあるので、うん、とりあえず家に、はい。いや、でも、それだったら OK だったの？そのキャンプだったらいいよってことになったの？いや、そういう話もあんましてなかったんですよ。そもそもどうやって飲み込ませたんですか？飲み込ませなかったですよね。何も言ってない。だから、実家に、嫁さんの実家に子供たちと泊まりに行くっていうタイミングだったんですね。なるほど、なるほどね。だから、いないんですよ。そうか、ああ、なんだ。なんだ、なったら別にいいよ。別にいい。それこそ音源だって回せるし。そうなんですよね。なんだってできるよ。と家来たらもうここでちょっと大丈夫ですとか。いや、なんか飯食い行こうってしたから。ああ、とりあえずね。中入んなくていいです。で、まあまあ、急遽その日が来たわけ。そうそう。お前の日ぐらいに明日いないからって。明日どうみたいな。全然知らなかったわけ。不倫相手じゃねえか。全然知らなかった。その、行くのは知らなかった。知らなかった、知らなかった。そしたら、じゃあ片桐さんがいないところで、うん、奥さんと子供で実家に帰る話をしてたわけだ。うん、そう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 。で、ある日帰ったら。子供がそれだと思ったら嫁さんも帰ることになった。ある日帰ったら、明日からいないから。明日いないから。一日いない。そう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 。言われて。そうそう。ここだここだと思って。で、たまたま仕事がなくなったのよ。おぉ、片桐さんも。そうそうそう。ばっちりじゃん。ミラクル、ミラクル。止まらせるための日じゃん。そうそうそう。まさに。うん。島田でね。片桐家に1年やってくる島田で。いや、もう1回で大丈夫ですけど。はい。で、早速電話して。早速電話して。明日どう？明日来いよ。うん。明日だった明日ちょっと、うん。お前のこと抱けるから。大丈夫。いいからいいから。それで。それでやっぱ島田うち来て。ああ、いいじゃん。そうしたら男同士でね。うん。まあまあまあ。まだうちで行ってもよかったんだけど、まあ食い物ないから。うん。飯食い行って。ああ、いいじゃん。飲み屋、飲み屋。そう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 。イタリア行って。ああ、イタリア。そうそう。島田にイタリア。言ってもだって初でしょ、二人でご飯食べる。そうだね。そうなんだよ。俺11年やってて、島田と二人で飯食うのが初めてなんだよ。ないもんね、それはね。そう。喋ることがないんだよ。嘘だろ。ある？島田と喋ること。いやいや、初めてなの。初めましてって。初めまして。毎週顔合わせてるよ。初めましてじゃないでしょ。500回。500回以上顔合わせてるけど。ああ、そうか。まあ、喋ることないんだ。基本的にはね、チャットの友達だったからね。友達じゃないよ。チャット友達だったら連絡先だって。電話番号を向こうが知ってたから、SNS、なんていうの、メッセージで来たからね。LINE も交換してないんだから、俺たちは。ああ、そうか。うん、だからいいじゃん。でも、どうなるとか、仕事ぶりとかさ。そうそうそう。島田のやってきたこととかさ。そうそうそう。聞けばいいんじゃないの。そんな話でもなくて。うん。と何の話したかちょっと覚えてないんだよね。飯食っても。飯食っても。まあ、盛り上がったっていう記憶がない。その酒、お酒も手伝うじゃない。うん、で、島田もさ、酔っ払うだろうしさ、うん、多少は、うん。片桐さんが、うん、ね、今日のために多分組み立てたトークがあるだろうから。いや、まあ、エレカタどうしようみたいな話はしたんだけどね。どう思うと。いやいや、まあまあまあ、うん、まあ確かにね。まあね。うん、それが一番、まあ話しやすいことだよね。うん、エレカタやってるしね。うんうん、でも、あいつが、うん、泊まりに来ましたよってとこから始まる話してくれていいよ。うん。うんそれで、まあ、だから飯食って、うち、はいはい、だうち帰って。ああ、もうこっから夜ですよ。そうそう、そっからずーっと喋ってたんだけど。それこそ、夜の9時ぐらいに来て、飯食って、夜中の3時ぐらいまで。暑いじゃん。親友じゃん。結構喋ってたよね。暑いじゃん、いいじゃん。親友だね。うん。喋ったよね。喋った、そんなにね。順番にシャワー浴びて。開始すんの？え？開始しちゃう？違う。お互いしちゃう。待って。おう。で、島田が俺の寝巻きのズボン履いて。あら、いいじゃん。T シャツは自分の T シャツ着て。うん、で、こう、タオルを敷き詰めた、島田の匂いが映らないようにした、そうね。いやいやいや、どういう、獣だと思ってる。獣。で、俺の、お風呂の、テンピュールに、またバスタルぐるぐる巻きにして、内緒だからね。そうだね。そうだね。歯ブラシ忘れたって言うから歯ブラシあげて、この歯ブラシのゴミも持って帰ると。持って帰ると思う。歯ブラシが突然となくなったことにしてほしい。新品のね。とにかく内緒だから。とにかくアリバイじゃない、その証拠を残したくないから。アリバイ残したくないでしょ。そうそうそう。アリバイ残したく、アリバイ残したくないから。なるほど。で、朝起きて。したら夜中がさ、いびきがすげえんだよ。でも言ってたね、島田自身もね。うちのマネ、前のマネージャーの須山ってね、いたけど、あいつもでっかい体してたから、いびきで、うるせえぞって言うと止まるじゃない。ああ、なるほど。そう。どっかで聞いてんだろうね。そうそうそう。寝てながらもね。ほんで、また寝たら、ぐーってなって、うるせえなと思って、止めようとしたらまたピタッて止まるんだけど、うん、息してないやつね。危ないね。うん。危ない。そう。うん。で、ぐっと動き出すみたいな。ああ。
はい、それを夜通しやって。夜通しやって。うん、もう帰ってくれよ、つって。朝起きて。最初。やっぱ隣で川の字でなって寝るのはやっぱ大変でしたけどね。あでも寝たんだね。寝ました。いいじゃない、いいじゃない。だから、でもなんか、うん、友達が家に泊まりに来るっていう感じは久しぶりで、なおかつ、うち実家感があるじゃない。借家だし、古い借家だし。だこの感じはちょっと、変な感じだね。この年でできない、ね、この40過ぎて、家庭持って、その友達が泊まりに来るってこともないし、うんないね、親戚が泊まりに来るとか、そのご両親、嫁さんのご両親が泊まりに来るとかあっても、うん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 、なんか普通に顔の字になって寝転びながらと喋ってたりとか。なるほどな。そうそうそう。なるほど。いいんじゃないですか。そんな感じでしたね。うん。ということで、今回は島田くんからのね、え、うん、あの別紙で、島田くんからはこういう感想でしたっていうのがまとまってきてる、まとめてきてくれてるらしいので。そういう、あ、何そういうことなのみたいです。あ、じゃあ、このシリーズは、俺が喋ったと島田が喋るってやつだね。まあ、喋るというか。文章読む。まあ、そうそう。わかりました。感想っていうか。はい。なんか島田ミシュランみたいなことなの、まあ、まあ、そうなのかな。ちょっと読んでみたらわかるかもね。9月の某日、ね。はい。ですね。21時、夜9時ですね。片桐家に向かう。はい。一応、こちらの意図としては、うん。片桐家の玄関前から。なるほど、なるほど。音声録音しつつ、さっき言ってました僕ね。おお、そうだよ。録音しつつ、インターホンからの挨拶などを、おお、いいじゃん、いいじゃん。撮ってね、構成していたのだが、だが、すでに家の近所までジンさんが迎えに来ており。いや、違うんだ、駅から来るって言ってなかなか来ないから、まあ、犬の散歩も兼ねて待ってたんだよね。まあいいじゃん。うん。出番をくじかれる。いやいやいや。会っちゃったってことだ。あ、そうか、来て欲しくなかったんだ。まあ言ったらね、ちょっと自分のプランとして。いや、なんかすげえ、ピンポンみたいな、今から押しますって思ってたら、もう目の前にいて、おい、島田って言われちゃったから、あはあはあって。もうプラン、もうダメです、これは。これは対応力がなさ。いや、変えりゃいいじゃん。対応力なさすぎんじゃん。プラン B でいいだろ、お前。もういました、出てきてましたでいいじゃん。なんか、来ちゃったよ、みたいなこと言われて。いいじゃん、だから。いや、こうやろうとしてたの。来ちゃったよ、でいいじゃん。面白いじゃん、そっちの方が。もう取ればいいじゃん。そうだよ。なんでもう決めてたことができないと、うん、もう嫌だってなっちゃう。ああ、もう取れない。もう止めますって言われて、俺。さすがだよ。さすが1年目。さすが1年目。11年目です。10だ、10。家に着くなり、ジンさんが飯に行こうとなったので、近所のイタリアに、うん。まずはビールで乾杯。いいよ、いいよ。で、最近島田はどうよの会話が始まったので、いいよいいよ、うん、そうですね、最近はと言い出すと、すかさずジンさんが、うん、俺はこの間の現場でさ、と被せるように、自分の近況を話し出す。と、ここから、愚痴が止まらなくなる。仕事現場での不満の数々。不満はては、ラジオのギャラが少なすぎる。などなど。全然違っちゃう。いやいやいや。全然違っちゃう。そんなこと言ってないよ。いや、言ってないよ。俺やだよ、そんな飲み会。言ってないよ。やだわ。喋ることないんだから。いやいや、喋って。めっちゃ喋ってんじゃん。めっちゃ喋ってる。あ、じゃあ聞き上手なのかな。わかるわ。わかる、見える。すぐ言うもんな、こういうの。見える見える。がっつりとお店の閉店時間まで、ぐちぐちぐち。不満不満不満。わわわわ。お店を出た後コンビニへ。おぉ、いいね。ああ、お水なんかは家にあるから、と飲み物の心配はいらないと、うん、はいはい、早々に家に帰る、うん。リビングのソファーに座らせてもらい一息つく。うん。ジンさん曰く、このソファーめっちゃ気持ちいいんだよ、と、うん、確かに座り心地がいい。が、鶴瓶師匠も言ってたからね、全く飲み物を出してくれる気配がない。あれほど飲み物の心配はないよ、と豪語していたので。と、ここからまた、ぐちぐちぐち。愚痴が入る。ラジオの話はラジオの話。愛犬のももちゃんもうんざりしている様子だ。いや、ももちゃんはもう年だから。エレカタのラジオについては、週刊片桐編集部をもっと押し出してほしいと、うん。なるほど、まあまあ。やっぱさ、うん、番組の幅が広がると思うんだよな、片桐編集部は、うん。あのコーナーを番組の軸にしてもいいと思うよ、など。いつになくコーナーのプレゼン。プレゼンが終わると、また愚痴。愚痴愚痴。僕の、喉もカラッカラになる。飲み物も一向に出てくる気配がない。飲み物出なかった？出してないから。飲み物出なかった？気がつくと深夜3時を過ぎて。うわ、すごいわ。俺だけ飲み物持って買って帰ったんだ。ローソンナイスコーヒーで買って帰ったんだ。うわ、だから自分は飲めてるから、もう、飲めてると思ってた、勝手に。酒は怖いね。酒じゃないよ、俺。ジンさんの勧めでお風呂に。シャワーを浴びて出てくると、布団が2枚並んで敷いて。ああ、いいじゃん、いい。どうやらジンさんも横で寝るようだ。うん。布団に寝転びながら漫画を読んだり、うん、ドラクエをやり出す。その合間も愚痴。
よくもまあこんなに出てくるものだなぁと。ええ、そんなことない。ある意味感心していると。やっぱなってんね。唐突に電気を消す。言えるわ。勝手だなぁ。オレンジだから。わかるわ。全部わかる。これはやだ。ほとんど愚痴だもんね。僕も漫画を読んでいたのに。一言もないの。一言も。嫌だぞ。あったでしょ。ないよ。消すよ、消すよってないんだよ。ね、自分がドラクエやってっから。消すよって。ドラクエやってっから知られんだよ。消すよって。あ、いいタイミングでも寝ようって言って。あ、まあこれはもう寝ようの合図なんだなと感じたが、知るしかないんだ。ジンさんは真っ暗な部屋でドラクエをやり出す。わわわ。僕は手持ち無沙汰になったので寝ることに。漫画がないからね。朝起きてみると、すでにジンさんはももちゃんの散歩に出ていた。散歩から帰ってきてからのジンさんの一言。うん。島ならいびきがうるさいんだよ。まあまあまあね。とにかくうるさいとお叱りを受けた。うん、病院決断。テレビを見ながらコーヒーを飲んでいると、うん、また愚痴が始まった。もうやだよ。やだ。だが、夢や、今回は話の流れがいつの間にか演劇論へ。ああ。確かに数々の舞台を踏んでいるジンさんの話は、すごく興味深い。うん、ああ、いつだよ、その話。ああ、やはりこの人はすごい人なんだな、うん、と感心していると。もういいじゃん。愚痴が始まった。もう早い。そうこうしてるうちに。枕なんだね。もうお昼近く。帰り支度をしていると。いやー、なんだか、うん、うん。うんうん。愚痴っぽくなっちゃったね。と、ぼやきながら。そういえばさ、またね、ラジオのギャラってさ、ま、基準ってどれくらいなの、ま、と、昨晩の話を蒸し返してきたので、たまらず家を出た。いや、これは素晴らしい、ね。ふと空を見上げると、うん、昨晩の雨が嘘のように晴れていた。はあ、吐き出したんだね。総評。全て。片桐仁という人は、うん、とにかく怒りの人間だということを痛感しました。まとまってる。素晴らしい。うまい。全然いい。いや、いい。面白かった。全然面白い。全然面白いわ。全く、もう、黒沢映画の羅生門見てるみたいな。人の言う。最初も、この、言う人の最初のこの人の話全然違うんだよ。島田フィルター。全然違うんだよ。島田フィルター。島田フィルター。いや、もうマジで羅生門だよ、これ。いやいやいや。話全然違う。全く違うじゃん、話が。そうだよ。やっぱ主観ってのはあるね。自分が愚痴を喋ってた話一切しなかったよ、ね。愚痴なんか喋ってないもん。いやいやいや。めちゃくちゃもう愚痴愚痴愚痴しかないよ。まあ、多少はあったの膨らましてんじゃない？いや、多少じゃないでしょ。自分でも気づいてるでしょ、しかも。そうでしょ。ちょっと愚痴っぽくなっちゃった。最後朝言ってんだから。いや、なんだか愚痴っぽくなっちゃったなって。すげえまとめだよ。言った俺。押せえよって言っていいぐらいだよ。うん、あとギャラの話。ギャラの話。ギャラの話な。うわ、金と愚痴。うわ、おかしいな。これは島田しんどかったと思うよ。ギャラが増えねえんだよな。いや、それ聞いてさ。うん。島田はどう？島田も言ってたよ。いやいや。上田より俺のギャラが少なかったらどうしよう。いやいや、それ、うん。島田も言ってた。ま、巻き込むんだよな。うん、島田も言ってた。また、人を巻き込む。絶対嫌だっつって。上田より少なかったら超嫌だっつって。なるほど。本当。それで生きてんだね。上田の方が多いんじゃないですかって言ってた。その怒りだよ。うん。だうんこ期間だよね、うんこ期間。うんこ期間だよ。うんこが動力でしょ、だから。うんこが動力ってなんだよ。排出はしますよ、うんこ。全然違うじゃん。いや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 。これはもう。すごいなぁ。溢れ出すんだよなぁ。うん、そうなんだよ。やっぱ聞いて、聞いてくれるから出ちゃうんでしょ、また。あと聞かないしな、俺はな。いや、そうですね。聞けないばもう、震えるわ、うん。人が漫画読んでて何にも言わずに消すって。まあ、ちギャグでしかやんないよ。うん、その後け、ごめんごめんってつけたりするんだったらわかるけど、うん、無視してずーっとドラクエやってる。またドラクエ始めた。やべえよ、マジで。まあ、家族がいないタイミングだからドラクエもチャンスだよね、言っちゃえば。わからない。何やってんのって言われないから。周りが本当にまるで見えないんだな。うん、すごい。すごいわ。うん、でも。え、視野がそ友達ゼロでしょ、マジで。視野一直線じゃないの、視野一直線。友達いる大丈夫友達って、どうやどうやどうや仕事は仕事一緒にする人でしょ仕事一緒に。それは、それは同僚。うん。ビジネスでしょ同僚で友達でしょ違うよ。違うじゃん。え、友達って何いや、でもまあまあ、うん。いや、いないでしょだって、友達なんて。まあ、もう、あ、いないんでしょだから。うん。いないでしょだから。いや、でも、いないって言いたくない。よかった。でもこれなんか。すげえ、俺もう。うん。
片桐仁って人間がよく見えたね、このレポートで。なんか、よかった。これ。最初すげえ仁さんのトークは不安だったけど。俺も、ああ、このコーナーもうなんだこれと思ってたけど。この、後編見たら絶対いいっていうよね。こういうことだったんだ。後編よかったわ。あの、この対比。うん、後編がよかった。最初のなんかこう、うん、島田の、島田がさ、って言ってた人も。そうそうそう。だ前編だけで評価してほしくないね、この映画は。うん、これだから、最初、とりあえず我慢してほしい。そうそう、我慢してほしい。最初15分我慢してくれたら、振り飛ぶね。後半の回収が。見事な回収率。全部。すごいな、俺この文章知らないのにさ、うん、見事にだな。本当だな。今返したわけじゃないからな。しかも、うん、片桐さんの話も、なんなら島田への愚痴だったよね。そうなんだよ。だからもう全編通して愚痴なんだよね。うん。おかしいな。そんなに島田の話聞かん。でも確かに島田の話そんな聞いてないかもしれないね。だからもう気持ちよくなっちゃった。6時間愚痴だったかもしれないね。すげえ、うん。よく出るよね。またそれが。溜め込んでんだね。いろんな方向から。ストレス溜まってたんだね。ね、よかったじゃん、じゃあ逆に。よかったじゃん。また来週も来てもらえば。来てもらった方がいい。主治医だよ、主治医。そういう時期だったのかもな。いや、ずっとだよ。だよ、うん。いろんな方向に。あった時から。あった時から。いろんな方向に愚痴があったのかな。いや。いや、本当に。まあ、バイオリズムってのはあるからな。どんなファンでも一泊したら嫌いになるんだろうな。うん、もうファン止めれば常に。やだよ、ファン止める。なんだよ、ファン止める。冗談じゃないよ。全員嫌いになる、どっとんか。なんで全員嫌いになる。私が思ってた人と違う。全然違う。全員嫌いになってるまで、なんでファン止めるの。リスクしかねえじゃん。コンプリート、コンプリート。なんだコンプリートって。ゼロになるまで。なんだゼロになるまで。ファンがゼロになるまで。最初に行くときにファンの、きっとこういう人だみたいなのを書いて、まず書いてもらって。最高だね、うん。こんな感じじゃないかっていうね。なんか純粋無垢みたいなイメージ持ってんじゃん。うん、やり方リスナーだもんね。少年的なね、こともあるし。やり方のリスナーも持ってる。アーティスト的なね、面もあるし。アーティストは間違いないけど、ね。私は耐えれると思ってるじゃん。行ったら最後だよね。行ったら最後、うん。で、最後、この、行ってみてっていうのでさ。そうだよね。だから劇場出た時にインタビューすればいいんだよね。そうそう。すごい。表情なくなってるから、ね。表情出てきた時に、あ、どうでした？最低でした、本当に。どうでした？いや、もう本当に二度と、本当に応援します。行く前からね。やってみようか、行く前から。どうも、よろしくお願いします。あ、どうも。いいんですか？え、片桐さん。そうなんですよ。2人。抹茶的、ああ、ほんと、嬉しい。ファンなんですか？ファンです。ずっと、もう見てて、もうラーメンズ、もう、で、あ、箱式の時から見てて。俺言った、俺ずっと言ってますけどね、ラジオで。最悪だよって。いや、でも私聞いて、信じてないんですよね。聞いてますけど、全然範囲内です。うん、あれは全然。本当ですか？はい、私だったら。全然、可愛いなって思う。あ、またこのパターンですか。いやいや、そう言ってるじゃないですか。うん。ヤツジさんも。で、あれですよね、得意の信用、信用したいことしか信用しないタイプの人でしょ？違いますよ。全然聞くところは聞きますし。はい、言いましたからね、僕。はい。いやいや、いいです。釘は刺しましたよ。まあ、なんなんだ。本当にいいんですね、本当にいいですよ。もう嬉しくてしょうがないです。はい。はい、じゃあ、行ってきてください。ブー。上演中。上演中。一泊した朝。あー、どうもどうもどうも！なんで早く行ってくれないですか？なんでだよ。どうでした？泣いてんだよ。全然違うじゃないですか。もう最低ですよ。あ、まだいいですよ。まだ怒ってるから。はい？まだ感情が残ってますもんね。この前泊まった人も一切感情なかったですもん。本当ですか？はい。一言も喋りたくないみたいな。はい。もう、どうですか？じゃあ最後聞いてるんですけど、片桐さんのこと好きですか？嫌いですか？大嫌い。大嫌い。大嫌い。もう二度とお会いしません。さよなら。ありがとうございます。女なんだ。やろうよ、これ。やろうよ。やらねえよ。やらねえよ。俺だ、そんなファンの人来たらそんな愚痴しないもんだって。愚痴しない。愚痴モンスターが言ってる。愚痴しない。しちゃうと思うな。俺しちゃうと思うな。いやだからこういうとこ。何でも聞かせてくださいとか言ってくるからね、ファンの人は。多分そうだね。その、すんのう片桐さんが見たいみたいなことも言いますからね。いやいや、でもこれはすごいいいキャラができましたね、またね。これこそ軸にできるコーナーですよ。毎回ファンの人止めて。おかしいよ。これこそ軸になると思います。引きはあると思いますよ。いや、一回だけのことですから。いや、まあ、でもなんか目に見えたんですよね。本当に見える。もう、まさにこの通りだと思う。本当見えるラジオが本当できましたよ、今回。いや、まあ、でも島田もちょっと。いや、だからその巻き込むの何なんですか、その島田もちょっと、あいつもみたいな。ね。で、島田もちょっと、それ。
いや、見事。いや、もうこれは良かったな。片桐さんの面白いところが見れたんですけど。そうですね、本当にね。うん、どうするんですか、この企画。ね、この後。え、島田の企画をこれまた続けるんですか。島田を止めようはやっていく。やっていく。あ、やっていくんだ。でも俺、本当に止めてもこんなに見事なの。こんなコントラストはないよ。そうなんだよ。面白さで勝てないよ。これ絶対。それが怖い。それが怖くなっちゃうもん。こんなに、こんな人間じゃないもん、俺。もうだって人間だもん、これは。そうだね。これ出されちゃったら、2、3はもうダサくって言われちゃうけど。俺たちは、本当に普通に優しいよ。そうなんだよ。ただただ。いや、俺だって優しいよ。いやシャンプーこれ使ってとか言ったもん。バスタオルこれ使ってって。その一言だと、だから銃口来るじゃん。そうでしょ。で、乾かしてすぐ洗濯しちゃうから、つって。うん、乾燥かけちゃうから。でも多分俺、なんかその行動がちょっと遅いと、だから言ったじゃねえかみたいなことは。言ってると。ないお前よ、ここじゃねえよ。一回で分かんねえとすげえ切れんの、うん、だよ。分かるわけないのさ。そんなんないよ。タオルどこで言ったじゃねえか、タオルそこだってよ。ない。目に見えるもんか。ないよ、ないよ。もうスピンオフ。シャワー使いすぎじゃねえのか。これいいね、これ。スピンオフがもう量産されてる。分かるわ。いや、違う。スピンオフ。どこ荒れるんだよ、お前そんなに。スピンオフだ。別のやつやもん、やだよ。やつい片切りでしょ、これ。こんなに量産してくれるの、この映画。早い。あ、でもまあ、ゆっくり入って。あ、この空で。最後ね。その後最後ね、うん。自分で怒ったことに対して自分であってなっちゃう。完成してる、うん、完成した時ね。ただ、まだ使ってたとしたら、うん、だから投げんだよとか切れちゃう。ああ、来た。もう見てられ、ずっと見てられる。そうでしょ。これが片桐だから。永久期間。怒りの人。怒りだね。これまさしく。まさしく片桐仁の怒り。なるべく距離持って接しないと、うん、そうだね。そうだよ。本当来ちゃうからね。うんやっぱ本当、動物園で見る感じがいいんだよね、やっぱ片桐さん。社会的な位置に、やっぱり立ち位置を置いとかないとやばいよ。うんうん、危ないよ。うん。肉親とかなったらもう最悪だよ。最悪どれだけの感情をぶつけられるかも。いるんだよ。存在するんだよ、この世の中に。ものすごいけど、いやでもものすごい切れるじゃん。俺もう引いちゃうもん、自分でも。あれって、時々、その、生誕祭とかね、俺の生誕祭とか来てくれるんですけど、そんな切れていいのって。嫁さんとか息子とかね、息子は来ないんだ、その、うん、たまたまね。びっくりするぐらい言うもんね。うん。だから、その時は周りがちょっと、もうないんだ。でもそんな気にしてないよ、嫁も。慣れてるから。さすがだね。うん。はいはい、みたいな感じなんだけど、割と周りは引いてるみたいな。そうだよね。大声だもんね、言ってもね。うん。そういうとこあるから、うん。あれどうしたどうしたパクしてほしい。どうしたいや、そんなでも怒ってない。そんな。笑ってんじゃん、もう。でも、もう、分かってんじゃん、自分で。もう、そんな。もうフラッシュがパパ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 パって出ちゃってるでしょ、もう。そういう、見えてるでしょ、自分の、その、みんなみんなちゃんとみんなどこ見てんのどこ見てんの自分の、過去のこと、みんなそこ見てそこ見て見えてんのこ今そこストップストップ島田に愚痴ってる。信じられない貧乏イスリしてるよ、ずっと。さっきから。インボイスにしちゃうんだよなぁ。やっぱ本当のでもだからもうこれ、泊まりに来てもいいけど、これ以上の取れ高があるとは思えないんだけど。そうなんだよ。いいのそれでも。うん。いいよ、泊まりに来てもじゃあ。別にいいけど、こっちも。でも本当に、本当のやつになっちゃうからね、泊まっただけ。だからもう、ワン、ツーは俺らが良かったね。そうなこの流れで言ったら。全部止まると思わないもん、俺。そうそう、こんな。なんかこの企画が、一人あって、また違う企画があるのかなと思ったら。止まるじゃなくてね。だからもう、全泊したいってことでしょ、島田は。一旦。まあまあ、一旦ね。一旦全泊したい。でもまあ。で、この総評書かれるんだもんね。そうなんだよ。だからもう、偉大な一作目ができちゃったから、できちゃったからさ、これが。これが難しい。この2はダサ作になるよ、本当に。そうなんだよ。エイリアン2ぐらいのやつだ、ね、作りたいじゃん。うん、2やるならさ、うん。そうだね。うん、いいものにはしたいけど、すげえいろんなイベント作らなきゃいけないから、こっちが無理やりイベント作るしかない。でも、結局さ、それはコントなんだよ。うん、だから、これはさ、ドキュメンタリーだから、そうなんだよね。一作目は。うんうんうん、やっぱ超えられない。相当な、ジャンル変えなきゃダメだ。相当な台本書かないといけないよ、これ。俺たちが例えば、そうだよね。やるとしたら、うん、いろんなことが起きたりするような台本書いて、うんもう明確なこの40分にここで車来るみたいな。いや、本当の、完璧なやつ来たら、なんとかこの完璧なドキュメンタリーを、ね、フィクションが超えれる可能性あるけど。怖い。でも俺ちょっと考えたらもう悩みすぎて、
島田とか怪我させちゃうかもしれない。もうどうしたらいいのか分かんなくなっちゃって、もう、はぁってなっちゃって。だから、燃やしちゃったりするかもしれない、島田のこと。面白くなるようにっつって。面白くないよ、存分になっちゃうかもしれない。寝てる間にパーツ脱がしたりでしょ。そうそうそう。芋燃やしたりとか。そうなるでしょ。そうなっちゃう。ちょっと過剰になっちゃうと思う。演出が。演出過多になっちゃう可能性もある。やばいね、これ。うん。もう怖い怖い怖い。俺、保てないと思う。片桐さんの一作目を超えるには、あれを超えるには、どうしたらいいんだって。島田くんのや。じゃあ、どっちかに行きたいってことね。なるほど。いいよ。じゃあ、誰の家に行くんですか、うん、どっちどっちだ、島田いいよ、選んでしょ。またじゃんけんして負けた人にする片桐さんも含めて。なんで俺入るんだよ。俺は終わったじゃない。いや、でもあれだけ。ない、もうない、もうない。もうやらない。だって、これでさ、だってオスカー像をもう何体取ったのこれ。これな。取ってない。取ってない。これでもうすごい取っちゃったわけだから。いや、いらない。え、世界もう何が。いらない。いらない。80カ国で流れるんだっけこれ。流れない。一作目から半端ないもん。いやいや。もう2017年片桐の旅やばいよ。一作目でやばいやばい。2017年片桐の旅は名作。名作。名作だね。だから最初、最初、あれってみんなやっぱ思うとこがまたあれが、あれがマジックだよね。片桐監督の。やばいなぁ。後編だよ。後編のスピード感。次どうすんの愚痴を言わすとしてたんじゃない、うん、だからこれはもうほんとこれで2取った方がやっぱファンは。いや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 、同じ同じ。同じ同じ。ファンはずっと。俺喋んないからね、じゃあ。俺も喋んない。もうどうしよう。うん、あ、喋んないとか。朝ずっと起きて、うん、もう夜起きて、うん、ノートにずっと。うん、島田を殺す、島田を殺して書き続けるみたいな、そういうもう、作り系で行くしかないよ。いや、もうこんなの見つけましたみたいなために。ああ、そうか、置いといてね。そう。うん。とか、いろんなとこにそういう、なんかグッズみたいなの置いておくとか。やつりさん、実はこんな人ですみたいな。うん。そういうのしかないよ。でもそれはもう、このためにやったなってやっぱもう、ファンは分かっちゃうからね。一作目見てるから。熱烈の方で。厳しいな。だとしたらもう素の俺で勝負するとしたら。うん、ドキュメンタリーで行くの？これを偉大で一作目なのに。それは怖い。それは監督。偉大で一作目って言うじゃない。頑張るね、監督。真っ向勝負。もしかしたら、うん、この島田メモが、産業で終わるかもしれない。ああ、それはやばい。島田メモしか、この面白いところないんだから。偉大な俺がでも面白く喋るから。ああ、最初に。そう、逆パターンね。うん。その前半本当は何にもなかったのに。それこそだなって。創作だから。何にもなかったのに、島田が来て書いただけなのに、いや、島田が来てさ、みたいな、さも面白いみたいな。うん、何もないかった。本当に来てもなかったです。喋ってもないですし、一言も喋らずに、みたいな。それはやばい。逆パターンは満足しないよ。観客は。まあ、とりあえずじゃんけんしようよ。やろうか。監督も。俺やんないよ。二人でしてよ。主演兼監督。やんないって、二人でエレキで。じゃんけんだけでしょ？楽しいから。いや、それやなんだよ！あ、どうしよう。じゃんけんだけ。じゃんけんだけ楽しい。じゃんけんはして。じゃんけんはして。また怒っちゃったし。じゃんけん。完成がもう怖い。じゃんけんはして。もうギャグじゃないんだなって思うから。その時はだって気づいてないってことでしょ？そう、ツッコミとかじゃない。俺らの感覚ね。これお笑いというか、俺らの感覚ね。こういうことがあったと。ね。島田にこういうこと書かれた。愚痴とか、怒るとか。書かれた。絶対2作目も撮った方がいい。じゃんけんをしようって言って。こういうとこやらんだよって切れた時は、それはもう、振りを使ったオチでしかないから、本当は怒ってないはずだって俺は思ってるわけ。そこに安心感があるじゃん。お笑い芸人の。そう。だから怒ってない。ちょっとバカの。やらなくていいですよ。無理に怒んなくて。そう。それでは、母で、これ緊張と緩和じゃん。違うもん。緩和の仕方が、あ、また言っちゃったな。また言っちゃった。また言っちゃったってことは、もうそれリアリティ以外の何もでもなくなるから、怖さが増すんだよね。だから2作目もぜひ。やだっつって。だから2作目もぜひ。ぜひ。やだ。署名もすげえ集まってる。署名なんか集まってねえよ。片桐監督を下ろすなって。片桐、これ監督なの監督兼主演、ね。俺監督兼主演なの。そうでしょ。ねえ。うん、やばいよ。監督下田だよ、獣フレンズだもん、だって片桐さんは。獣フレンズってやっぱもう署名がすごいことになっちゃったから。いやいや、片桐さんは獣フレンズね。ニュースのやつね。炎上のやつね。うん、だから、愚痴フレンズも、愚痴フレンズも撮って。フレンズいねえんだよ、だから。愚痴ローフレンズも、愚痴ローフレンズなんだもん。獣ワンね。獣ワン。獣ワンってやつ。獣はってなんだよ。獣オンリー。獣オンリーでしょ。片桐さん、一匹の。いやいや、獣、いや、もう、
ちゃっぱり出てないから。じゃんけん。じゃんけん。じゃんけん。二人じゃんけん。だ、三人でやるなら。いや、やんない、やんない。いや、俺はやんない。やるな、三人。俺はやんない。勝っても負けても二作目取る。なんでだ勝っても負けても二作目取る。じゃあ、勝った人が指名できることにする。ダメだよ。あ、いい。ダメなんだよ。嫌な予感しかしないんだよ。じゃあ、タスク、タスク。ダメだよ。タスク計算がもっとダメだよ。いや、もう、じゃ、じゃんけんして。だって、じゃんけんして。じゃんけんして。で、二人でじゃんけんして。だから、勝った方が誰が監督する。違う。プロデューサーね。プロデューサーじゃんけん。勝った方の家に行く。勝った方の家に行く。勝った方の家に行く。ん？だから、エレキがじゃんけんして、どっちかの勝った方の家に行く。じゃ、勝ったら、片桐さんの家に引っ越すね、俺。いや、なんだ。なんだ。また違う話じゃない。何、今まで俺引っ越してくるんだ。新婚が。だから、新婚が何言ってるんだ。だから、島田も来ちゃうよ。なんで島田が来んだよ。だから、引っ越したから、俺。なんで引っ越すんだよ、また。なんでじゃんけんで勝ったら俺に引っ越して島田も来るんだよ、バカ。いや、だって家に呼ぼうだから。違う。今たちの家に、今たちは新婚だからまた違うもんね。今たちの家も行ってみたいもんね。今たちの家で3人で並んで寝るとかあるかもしれないからね。行ってみたいって。まあ、そもそも今たちの家で やれって話か、奴の家でやれって話なんだから。なんとか怒らないように。怒らないように。今一応言ったからね、うん、ああ。こうやってやるんだよって伝えたから、一応それでやってできるけど。もう物の数分で忘れると思うよ。忘れる。明日になって忘れちゃう。やっぱ獣だからね。そう。忘れちゃうよ、ね。獣オンリーだ。獣オンリーってなんだよ。愚痴のフレンズだからね。今度出すでしょ、新曲。出さねえよ。なんだ、愚痴のフレンズ。誰が聞くんだ、そんな歌。いや、島田が聞いてくれ。じゃんけんしろ、早く。早く。じゃんけんしろよ。赤い顔にちょっと。なんでじゃんけんしねえんだよ。しません。ええー